スナーの皆さん、こんにちは。またこのメッセージを聞いてくださって嬉しいです。このメッセージを通して神様は皆さんの人生に恵みを注ぎ込まれること、そして皆さんが神様のために何か素晴らしいことができることを祈っています。今日はある物語から始めたいと思います。ヨーロッパにある美しい大聖堂の話です。その大聖堂は大きくて素晴らしいステンドグラスの窓でとても有名でした。ある日暴風のせいでその美しい窓がすべて粉々になりました。聖堂の管理人はその粉々になったかけらを捨てるのを躊躇し、捨てる代わりにそのかけらを箱に入れ地下室の隅に保管しました。少し時間が経った後、著名な美術家が聖堂の理事たちにそのかけらを譲ってほしいと申し出、彼らはそれを承認しました。彼らは美術家の目的を知りませんでした。その後2年が経った時、その美術家は聖堂の理事たちをスタジオに招待しました。そこで彼は自分の対策を披露しました。理事たちは復元された窓が元の窓よりもっと美しく仕上がっていたことにとても驚きました。この物語を私たちの人生に適用したいと思います。私たちの中のほとんどの人は人生のどこかで暴風を経験します。これらの暴風は時に恵みの真っただ中を直撃します。もしかしたら今まさにそれを経験している人もいるかもしれません。もしくは過去にそれを経験した人もいるかもしれません。皆さんの中には神様によって人生が復元されたことを経験した人がいるかもしれません。もしあなたがまだ暴風の経験がないのなら、これから必ずその暴風は訪れます。皆さんに一つ言っておきたいことは、神様は砕かれた人生のかけらを元よりも美しく、元よりも有意義なものに復元できる職人であることです。神様は灰の中から美しいものを生み出される職人です。暴風と恵みは一緒になって訪れるものです。頂点とどん底は時に仲良しです。試練と勝利は時に間髪入れず起こります。実際これはまさにエリアの人生で起きていることでした。今日初めてこのメッセージを聞く方もいらっしゃると思いますが、このシリーズでは神様の働きというタイトルでメッセージをお届けしています。今回はエリアの人生について話を続けています。まず私たちは神様がエリアをゲリテ川に隠されたことを学びました。神様が私たちを隠されるとき、When he hides us, it is to provide for us. それは私たちのために備えるためです。神様が私たちを隠されるとき、神様が私たちを隠されることを私たちは恨むかもしれませんが、その隠れ家でしか神様が私たちを通して計画されている目的が示されないのです。前回のメッセージでは神様がエリアをバール神社の地サレハテ、フェニキアの町に導かれたことを学びました。サレハテは神様がエリアに竹の信仰を学ぶ機会を与えられた場所です。サレハテは異邦人の町で、その名前は溶かすという意味です。その場所で金属を溶かしていたことに由来します。神様は肉の不純物を溶かすことによってしもべを清められ、しもべが神様だけを信じるようにされました。今回のメッセージではまだサレハテにとどまっているエリアを見ていきましょう。神様はエリアを受動的な試練から能動的な試練に変えようとしていました。ここで神様がこの後油を持って恵みを与えられた後、惨事と死の試練が訪れます。列王記第1、17章で、エリアとフェニキア人の女とその息子は、毎日の奇跡、毎日の恵み、毎日の備えを経験していました。神の人の勧めによって、フェニキア人の女は、賭けの信仰を持つようになったのです。
そして女の息子は病気になり死に至ります。ヘブル語の意味では魂が離れたとなっています。それは息子が死んでしまったとしか思えない状態でした。18節で女はエリアにこう言いました。神の人よ、あなたは一体私に何をしようとされるのですか。あなたは私の咎を思い起こさせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。皆さん、16節と17節の流れに注目してほしいです。16節は猿果ての様子を描いていて、それは小さな町で次々と勢いよく奇跡が起き続ける場所で、毎日新しい油と粉が用意される場所でした。朝起きれば奇跡を経験します。日が沈み寝床に着く時も奇跡を経験します。ですから16節は彼らが経験した神様の恵みの奇跡を表しています。そして17節には人生の悲劇の暴風が立て続けに起きたのです。18節の女の叫びはごく自然なものです。皆さん、この話をよく聞いてください。とても重要な話です。あなたがなぜと聞いたからといって自分を含め誰にも罪悪感を感じさせないでください。なぜと聞くのはごく自然です。詩式6章でミディアン人たちがイスラエルを撃ち殺そうとしたとき、ギデオンはこう聞きました。なぜこれらすべてのことが私たちに起こったのですか？家族も富もすべて失ったヨブは瓦礫の中でこう聞きました。なぜタイを出たとき息絶えなかったのか。主イエス・キリストが十字架で言われた言葉を思い出してください。主は、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと言われました。神の御子ご自身がどうしてと聞いたのです。ですから神様になぜと聞くことで罪悪感を持たないでください。人生の中で大きな夢が打ち壊される時があります。人生の中で大きな希望が打ち砕かれる時があります。人生の中で自分が逆さまに吊るされている時があります。そしてそんな時、猿果てのヤマメのように自然に聞く質問はなぜです。あらゆる場所にいる心が打ち砕かれた人々がこの質問を胸に天国の門を叩いていることでしょう。その質問は病院のベッドから聞こえてきます。その質問は寂しい家から聞こえてきます。その質問は墓地から聞こえてきます。その質問はそれぞれ抱えているゲッセマネで一人で苦しみ魂を悩ます人々から聞こえてきます。ここで私が言っている苦痛は不従順によるものではありません。ここで私が言っている悲しみは罪と反発に対する自然な結果ではありません。ここで私が言っているのは聖書の掟から離れた自然な結果ではありません。ここで私が言っているのは神様の御心の中心に立ち神様のために全力で働いている最中でも急に人生の暴風にさらされるということです。私たちの多くはこのヤモメが直面した矛盾を理解しています。彼女は神様がある領域では恵みを与えられながら別の領域では暴風を与えられると知っていたのです。1964年に私は自分の人生を主イエス・キリストに明け渡しました。その年の7月に私の祈りの戦友であった54歳の夫婦を亡くしました。1990年には私の仕事と人生に注がれた神様の恵みを感じていましたが、2週間も経たないうちに私の子供の一人がある病院の集中治療室に入れられ、妻は大きな手術のために別の病院に運ばれなければならなくなりました。それは神様の恵みと人生の暴風でした。12節を見てみましょう。干ばつがあり
ヤモメは自分と自分の息子の死を覚悟したとき、彼女の心の中には平和がありました。その惨事に対して、ある種の諦めがあったのです。しかし18節で彼女は、怒りでエリアに訴えかけます。皆さん、この話をよく聞いてください。これはとても重要な話です。私たちの感情は予測不能です。自分の感情を信用してはならないのです。感情とは気圧のようなものです。それは上がったりすぐに下がったりします。今日の時間はここまでですが、これについて全てを教えたいので、次回のメッセージをぜひ聞いてくださるようにお願いします。 Until then, I wish you God's richest blessings. また次回皆さんとお会いするまで、神様の大いなる恵みがありますように。